どうもこんにちは、たかしです。今日も元気でいきましょうぜ。はい、この動画はジャンプワンピース最新話1124話のネタバレがありますので、まだ読まれてない方お気をつけください。昨日ですね、全体の考察感想や初見のリアクションはこの動画で撮ってますので、ぜひよかったらそっちも見ていってください。はい、今日話すこととしましては、1124話いろいろですね、気になることありました。キザルがね、すごい感情をあらわにしたり、ラストのコマ、気になる人物いたりと、いろんなね、ことがあったんですけれども、昨日の動画で話しきれなかった部分ですね、ちょっと深掘っていきたいと思います。メインはやっぱ最後ですかね。やっぱあのシルエットの人物、そこですかね。ぜひ最後まで見てってください。はい、このチャンネルでは毎週ワンピース最新話の感想動画上げてます。一緒に楽しんでいければ嬉しいです。チャンネル登録お願いします。そんじゃ、行きましょう。さあ行きましょうか。まずね、扉絵からちょっと行きたいですね。扉絵。鬼の子ヤマトの小稲荷大さん。前回ですね、伝次郎とヤマトと、あとヤマトに向けて石を投げた子供たちと共におでんを食べてね、まあ、ちょっと和解したようなほっこりした展開が扉絵シリーズ描かれたんですけど、なんと今回、またまた不穏な動きですね。道中誘拐阻止と。何者かがこの一人の女性を誘拐しようとして、それをヤマトが阻止したっていう展開でしたね。で、なんだかこれって前回までの、まあ、子供が石投げるとか、なんかそういったほっこり感はなんかなさそうじゃないですか。まあ、子供が石投げてんのも、まあ、もともとね、ヤマトが敵で、その子供であるから、それに対してね、子供たちが石を投げるっていうのは、まあ、わかるじゃないですか。結果的にね、それはまあ、ほっこりする展開になって、伝次郎たちとおでんを食べて解決はしたんですけど、この誘拐っていうのがね、その前回の子供たちの石投げてるものに比べたら、ちょっと重そうというか、不穏な空気は感じますよね。で、やっぱこれ考えたんだけど、一応現状ワノ国はね、まあ平和になってるわけじゃないですか。で、百獣海賊団の残党たちはおそらく緑牛が来たことによって、軍艦一隻回しとけって言ったので、多分そこに監修されて、インペルダウン等にね、連行されてると思うんですよ。なので百獣海賊団の残党がどうのこうのではないとは思うんですよね。となると思ったのが、オロチの軍勢ですよね。オロチの軍勢って海軍としては取り締まるんですかい？どうなんですかい？ここですよね。一応、ま、カイドウと同盟関係はあったとはいえ、オロチ軍勢はもともとワノ国のキャラたちですから、そのワノ国のキャラたちを海外の法律で裁くのかどうなのか、なんかそこも気になったんですよね。で、オロチの軍勢はね、どうなったか明らかになってませんから、もしかするとオロチの関係者とかもあり得るのかなとはちょっと思いましたね。あとは、ま、この女性を誘拐するっていうので、まあ、女性をね、狙ってた男いましたね。オロチの軍勢で。お相撲さんの横綱、浦島。やたらとキクが気に入ってね、キクのとこにオラオラ来てましたもんね。もしかすっと浦島関連だとしたらちょっと浦島ね、前回までで扉描かれてて、ちょっとほっこりなんかもう我が国に馴染んでる感じしたけどさ。だとしたらちょっと浦島一回ちょっとやんないといけないですね。のさばらしちゃいけませんよ、浦島を。うちの人気キャラですけどね。このチャンネルの。ま、女性を狙うって意味だとなんかそこが一個ね、パッと浮かんだんだけど。ちょっと来週これがどういう動きになるかですね。ヤマトとはまた別軸ってことはね、百獣海賊団関連とはまた別な気もするんでね。ここは待ちですかね。はい、ではちょっと本編の気になるとこ行きましょう。まず戦闘丸ですね。戦闘丸が今回一人でね、ボートに乗ってエッグヘッドを出発するね、様子が描かれました。で、戦闘丸って、ちょっと一日経って思い出したんですけど、捕まってたんですよね、海兵に。普通に縄でこう、捕らえられてましたよね。ベガパンクがね、世界政府に盾ついて、その味方をしてるっていうことですから、まあもう謀反を起こしてるわけですよ。世界政府としてもそれは捕らえなきゃいけないわけですもんね。で、おそらく海軍に捕まってたんですよ。ただ、ただ、縄がほどけてるんですよね。まあこれがおそらくね、まあキザルによって手助けされたんじゃないかなっていうところがね、なんとなく想像できますよね。まあそうだよね。今回もこれだってさ、絶対気づいてるじゃないですか。覇気で、絶対に。戦闘丸が今こう、外に逃げようとしてるのはキザルはね、多分気づいた上で、これ見逃してますよね、きっとね。せめてもの情けで。まあそうだよな。だってそれはそうだよな。おじきって言われてね、もうすごい仲良かったわけですから、戦闘丸も。だから多分キザルが縄をほどいてこう、もう行けって言ったっぽいじゃないですか。まあそれか、普通にね、もう周りがジョイボーイの覇気で気絶したもんだから、もう別に今なら逃げれると。自身でね、こう縄をほどいて、逃げた可能性もありますけどね。まあただ食料っぽいですからね、これ食料と多分これ樽に入ってるのは多分水ですかね。とあとちゃんとマサカリも持ってるんですよね。ちゃんとしっかり出る準備もできてるという。だからキザルがこれね、関与してなかったらもうこれ急いでこんなもん持ってこれないですからね、普通に。急いでこう早く来ちゃうっていうことで、準備も多分ね、ままならないでね、出発しそうですから。多分これはまあキザルは一枚噛んでますよね。となった時にやっぱ気になることがさ、いくつかあって、やっぱジョイボーイの覇気ですよ。これ戦闘丸はどうなんでしょう。一応海軍ですからね。戦闘丸はね。ただ、もうね、海軍の敵ではある。ベガパンクをまあ擁護して守ったわけですから。結果まあこれはね、ジョイボーイとしては味方なのか敵なのか判定ですよね。だからそこも気になる。これ、
戦闘丸も本来であれば気絶しててもおかしくないじゃないですか。中将クラスが気絶してるわけですから、本来海兵はみんな気絶するわけですよ。ほぼもうキザルより下、中将以下はみんな多分気絶してるでしょう。けど戦闘丸はしてない。これっていうのが、だからジョイボーイのあの覇気が戦闘丸もちゃんと味方認定されてるのか、はたまた戦闘丸が鬼強いかですよねどっちかじゃないですかこれ。みんな気絶してるからね。中将以上、まあでも戦闘丸確かに強いけどな、確かに強いけど、でもまあ言うても大将レベルじゃないじゃん。さすがにキザルには負けてますからね。となるとまあ中将クラスって考えると、やっぱりジョイボーイの覇気が効かなかった。となるとジョイボーイもちゃんとしっかりそこも見据えた上で味方認定している、敵を持って戦闘丸に食らわせてないってことになるじゃないですか。だからなんかいよいよこのやっぱあのジョイボーイの覇気の結び目問題がいよいよわからないというか、あ、逆か、ちょっと待って、これ今これ戦闘丸で今思ったんだけど、逆か、このエメトに対して敵対視してるやつに食らうのかな。ねえ、今話しながら思いつきましたわ。そういうパターンか。もうジョイボーイが敵味方を判定するんじゃなくて、敵自身が敵と見てるかどうかか。エメトのことを敵と見なしてるやつはもうグーってしてるもんね、うーって。で、そこに対して食らったからどうさってなるか。で、別にエメトに対してむしろ多分麦わらサイドで見てたら、戦闘丸は食らわなそうですもんね。そっちなのかな、その敵に対して反応するのが、あの結び目の覇気だったのかな。どう思いますこれ。なんか、それだったら全部成り立ちますもんね。前回のね、ジョイボーイの覇気が。ちょっとここはまた今後待ちですね。あの秘密ね。どういう判別がされて敵なのか味方なのか問題ですよね。で、あとだから戦闘丸の今後よね。あとは、どうなると思います戦闘丸。まあこのまま海軍にはもう戻れないでしょうからね。もう犯罪者ですから、言ってしまえば。空白の100年を研究したベガパンクの味方をしたわけですから、ここからまあこの CP0 とかと違って、まあこの任務失敗とかじゃないじゃないですか。もう完全に無本なんで、もう裏切りなんで、これに関しては海軍には戻れないでしょう。キザルがね、いくらこう、今回見逃したとはいえね。となると世界政府側にはこう、つけないんじゃないかな。ワンチャン騒動とかも思ったんですけどね。ワンチャン騒動はありえんのかなとかも思ったんですけど、騒動も一応海軍ですから、あれは。海軍に辞表提出済みなんだけど、一応、味方同士ですもんね。海軍も騒動も味方同士ですから、もちろん。その辞表を受理した瞬間にも首が切られるってだけであって、海軍は海軍ですから。となると、騒動はなさそうですよね。となるとよ、もう今回ね、ベガパンクが結局生きてることが判明したじゃないですか。もうそれがまず良かったじゃん。いやー、やっぱりベガパンクやっぱちょっとね、一枚上手だったという、天才伊達じゃないですよね。となると、その事実が戦闘丸多分知らないじゃないですか、今。多分戦闘丸にも言ってなさそうですよね、ベガパンクね。なので、その事実をどうにかして、この戦闘丸が聞きつければ、ベガパンクと合流して、引き続き、要はリリスと合流して、まあリリスを守る。いや、引き続きベガパンクのボディーガードという立ち位置、そこには戻れますもんね。てか、一番そこが最高じゃないですか。だから、この後エクエット出て、エルバフ行ってくれるのが一番理想なルートでありますよね、戦闘丸ね。それができるのであれば、引き続き戦闘丸の、この身の振り方、もう定まってきますしね。うん。で、あと、リリスもね、今後、ずっと麦わらの一味といるかどうかもわかんないじゃないですか。となるとね、セントマルと合流して、まあ、ボディガードつけて、まあ、一味とね、別れた後も、まあ、一応ね、安全は守られるわけなんで、そっちに行ってくれるのが一番理想かなとは思いましたね。まあ、ひとまず、エクエットから近い島、ワノ国、ウィナー島、ローと黒ひげが決闘した島ですね。あとは、エルバフですかね。そのどこかに行ってくれるのかなって感じですけどね。で、ただまあ、もともとね、出身がね、グランドラインっていうのは分かってるんですけど、出身の島は分かってないんですよ。で、まあ、もしかしたらね、ワノ国っぽい感じもやっぱしてたじゃないですか、当時から。だから実はワノ国がふるさとで、ね、漢字もね、戦闘丸ってめちゃめちゃね、漢字ですから。ワノ国出身でもおかしくないですからね、戦闘丸は。これでもしかしたらワノ国がふるさとだった場合、そこに帰って、一旦ちょっとね、体制を整えてっていうこともあんのかな。ちょっと引き続きね、戦闘丸、無事でいてほしいですね。で、あわよくばちょっとキザルともね、一回ね、話をしてほしい。まあ、キザルも立場があった上のね、行動だからな。今回のもね、もうほんと心はもう完全にもう人だったじゃないですか、キザルもね。あくまで立場を貫いて、男として任務を全うして、すげえかっこよかったですもんね、キザルも。だからどっかで戦闘丸とはね、ちょっとなんかうまい感じで合流して、なんか酒の一杯でも飲んでほしいですよ。ほんでまた一緒にどんどんとやってほしいですよ、本当にね。はい、そんな感じでございました。では続いて、ベガパンクですね。ベガパンク、なんと今回全員生きておると言っておりました。これが謎ですよね。今回、リリスの口からね、まあ心配してくれてありがとうと。実を言うと、早い話、みんな生きておると言ったんですね。リリスさんが。これ大事ですよね。みんな生きてるっていうのが。ベガパンクは生きておるっていう意味ですよね。だからすなわちこれね。つまりみんな、釈迦からヨークまでみんな生きてるよってことですもんね。
まあそりゃそうですよね。脳が生きてるから。まあそりゃそうですよね。その中に存在しているであろう人格、みんなそりゃ生きてるよねって話ですもんね、これって。昨日のね、動画でも話したと思うんですけど。だからこれがどういう仕組みかですよね。今週までで何度かね、話してると思うんですけど、やっぱまあ脳が生きてる。つまり、のみのみのみはまだベガパンクが保有している。つまりまだ死んではない。ベガパンク自身は生きている。っていうことじゃないですか。で、脳からその人格を受信してアウトプットしてるのがリリスですもんね。サテライトたちですもんね。だからまあ脳が生きてる限りベガパンクは死なないってことですよね。つまりそういった技術を施してましたもんね。パンクレコードとして、あの脳みそとしてね。で、世界政府もヨークをね、失うわけにいかないですから、そのパンクレコードを破壊するわけにはいかないと。なので結果的にベガパンクは生き続けられているよってことですもんね。で、気になったのはエジソンですよね、やっぱね。ヨーク、リリス、エジソン以外はおそらく肉体としては亡くなってるわけですよね。でもお前たちにしたら死んどくってね、リリスも言ってましたけど、つまりまあ我々の考えで言ったら死んでるわけですよ。けど生きてるんですよね。まあそれは脳の中にいるからでしょう、おそらく。ってなった時に、エジソンはまだ亡くなってるかどうかがわからないんですよね。他のキャラはみんなね、やられちゃったり、まあヨークはね、別として、そういった状況ですから、エジソンのね、その安否だけが今ちょっとわかってない状況なんですよね。もしかするとエジソンからね、この今回のこの連絡聞いてるかもしれませんもんね。ピピって言ってね、今回リリスがこう耳に当てて誰かから聞いたようなリアクションしてたじゃないですか。で、これがまあエジソンなのか、はたまたま普通にね、脳内からのこの信号なのか、脳内にいるキャラたちからの信号を聞いてる可能性もありますから、まだわかんないんですが、エジソンがどうなってるのかがやっぱ気になりますね。一人エッグヘッドでね、こう暗躍して世界政府のね、目から逃れて、クモフトをね、守ってる可能性もありますから。今後のね、このエジソンがどうなってるのか次第で、なんかね、このベガパンクの生きてる死んでるがまたちょっと分かりそうですもんね。ここはまた注目ですね。まあおそらくそういうことなんじゃないかなとは思いますが、まだ確定ではないので、ちょっと今後待ちましょう。ではラスト行きましょうよ。ラストの駒よね。もうエルバフ行きがもう確定して、次の島、新世界ウォーランドエルバフ。そこで謎の人物が待ち受けるという展開になりました。誰？マジで。いや、ワクワクしますね、こういうのね。何者かがグビッと酒を飲みながらエルバフにて、来い。一言だけ残して、ドーンと。今週が終わりましたね。これがちょっと誰なのか考えていきたいですね。まあ大前提として、まあ新キャラっぽい感じはするけどね。現状ね。現状新キャラっぽいなっていうのはまずありつつも、こうも見えるよね。このキャラだったら違うよね、とか。ちょっと一つずつね、改めてちょっと落ち着いてね、考えていければと思います。まずね、昨日の動画でも候補自体はね、何キャラか話してると思うんですけど、ちょっと改めて。まあ、まず、シャンクスではなさそうですよね。シャンクスに関しては、まあまず、そもそも黒ひげを追っていたわけで、で、エルバフには長居するつもりはなかったと言ってましたもんね。で、互いに死んだと思っていた旧友と会ったとね、まあそういった話をしていて、それがね、まあおそらくドリーブロギーと久々に会ったから、まあちょっと長話しちゃったよと。で、その後ですね、ちょっと前に、時代のうねりの回ですね。ベガパンクの放送の最後の方で、お頭ちょっと飲みすぎだって、ウルヘイ飲んでねえって言って、各所ね、四皇がこう描かれた場面で、シャンクスたちっていうのはもう船出してたんですよね。もう完全に船に乗っていたので、もうエルバフにはもういないっていうのがもうね、明確に書かれてますから、まあシャンクスではなさそうですよね。で、次はまあ巨人族の関係者ですよね。まあもともとエルバフはね、巨人の島ですから、まあ巨人の関係者がいてもおかしくない。で、ルフィたちを待つ人物がいてもおかしくない。まあこうなった場合、まあ完全に新キャラですよね、巨人族だった場合ね。で、あとはまあ巨人族関連のそのロキ王子。ロキ王子もありえますよね。まあ、麦わらの一味と、ドーノっていうね、関係性、今んところないわけですけど、ロキ王子っていう名前だけね、今んところの名前が分かっていて、巨人族の王子であると。だから、まあ、巨人族の中でも王族はいるわけですよね。そのあたりは明らかになってるんですが、詳細は一切分かってないと。で、まあ、ロキ王子がこのね、海辺でなんか来いって言ってるのもなんかちょっと想像はつかないじゃないですか。まあ、王族だろうし、謎だしね、海辺でその待つ、来いっていうのもね。まあ多分ドリーブロギーもルフィたちを迎えに来てるわけで、それがもしかしたらね、このロキの命令で来てるとか、なんかこのね、巨人族関連のなんか関係者がドリーブロギー行ってきてって言って、だからこそ待ってるから、早く来いと。というリアクションっていうのはまあ十分あり得るはあり得るわけですもんね。まああとはそのローラが、そのビッグマムとのその結婚の話を破談したわけですよ。で、それっていうのがロキですもんね。巨人族とのその結婚を破談したのがローラで。で、そのローラの親友がまあナミですもんね。まあ、そのつながりで巨人族一味早く来い。まあまあありえなくはないかなっていう感じではありますけど。候補としてロキ王子ですね。あとはサウロですね。サウロ。まあサウロがね、もうエルバフにいることはもうほぼほぼ確定ですから、サウロであってもおかしくはない。ただ、ちょっとサウロっぽくはないですよね。なんかね、来いっていう、なんか酒飲みながらさ、こんななんかかっこいい感じではないからね、イメージ的に。デレシシシみたいな、なんかちょっと笑う感じじゃん。どっちかと言ったらね。いいやつだし、やっぱり。
なんかこのドンっていう感じでね、勇ましく来いっていう感じのイメージはちょっとやっぱないからな。まあ一応サウルもありえるけど、なんとなくキャラクターのイメージはそぐわないかなって感じですよね。で、こっからはまあ可能性として高そうなのが、火の傷の男ですよね。いや、火の傷の男は全然ありますからね。まあそもそも火の傷の男もどんなキャラか分かってないわけですから。そもそもがね、そのまあ新キャラになる可能性もありますけど、まずは火の傷の男と呼ばれているキャラですよね。まあいてもおかしくないわけであって。で、かつ、火の傷の男っていうのは、まあいろいろね、言われてると思うんですけど、まず火の傷の男ってワードが出た時に、ローが意味深なリアクション取ってたわけじゃないですか。だからローは何らかの情報を掴んでるわけですよね、火の傷の男の。で、今火の傷の男っていうのはここエルバフにいるよと。いうことが分かってるわけじゃないですか。で、ローはエルバフを選ばなかったわけですよね。となると、もうすでにローが会ったことあってなのか、会ったらまずいからエルバフをあえて避けたのか。もともとね、グランドライン的にも、ウィナー島に行くのが一番近道だっていう話ではあったんですけど、それとは別で、ローが何かしらちょっと火の傷の男に会うのはまずいとか、何らかの情報を持ってるからこそエルバフを避けているのであったのであれば、めちゃめちゃありえますよね。エルバフに行ったらまずいみたいな感じでローがね、そういったリアクションだったとしたらね。だから火の傷の男でもある可能性全然あるんですよね。で、まあその火の傷の男の正体が誰なのか問題はあるからね、まずね。ちょっとまあそのあたりまた後ほど話します。で、続いてが、昨日も話したと思うんですけど、あのクロッカスさんと飲んでいた謎の傘の男ですよ。あれは謎なんだよね。結局未だに謎ですからね、あの男。で、僕は当時からね、ずっと四季かなってやっぱ思ってたんですけどね。けどなんかどうやら違いそうな気もするんだよな。四季にしては確かに髪が短かったりね、するんですよ。で、ただクロッカスさんと飲み交わせるって、やっぱ相当な人物であるとは思うんですよね。で、今回のシルエットがまあめちゃめちゃやっぱ傘に見えるんだよな、これ丸くね。いや、見えるよね、これ。で、クロッカスさんとこの親交があったあの傘の男だとしたら、麦わらの一味を待つ理由もめちゃめちゃありますしね。やっぱロジャー海賊団っていうのが、やっぱルフィを待ってたわけじゃないですか。で、そのロジャー海賊団となんだか親睦が、なんだかね、やたら仲がいいキャラが、ルフィの話を聞いて、クロッカスさんから聞いて、そのルフィに会ってみたい、楽しみに待ってる、だから来いっていうのはもうめっちゃありえますもんね。レイリーもね、ルフィ会うの楽しみにしてたし。で、やっぱロジャーが待ってる男がルフィっぽいっていう感じですからね、現状。なんだかそのロジャー海賊団関係者がルフィを待ってるっていう展開は熱いですからね。だからあの男が待ってるっていうのは十分ありえますもんね。で、今言った火の傷の男と網笠の男、これっていうのがイコールの可能性もありますよね。あの網笠の男こそが火の傷の男って可能性もあるじゃないですか。で、ロジャー海賊団っていうのが唯一世界一周してロードポーネグリフの場所も全部分かっていて、その情報も全部持ってると。で、火の傷の男っていうのはロードポーネグリフ最後の一個を持ち歩いてるわけじゃないですか。で、ロードポーネグリフの重要性を知ってる人物なんですよね、火の傷の男っていうのが。まずね、となると、そもそもロジャー海賊団クラスの情報を持ってないと、あの赤石を持ち歩くっていう選択肢はないわけですよ、普通は。となると、火の傷の男があの網笠の男だったとしたら、めちゃめちゃ繋がるんですよね。ロジャー海賊団から情報を仕入れている、あるいはもうそもそもロジャー海賊団の船員である、だった場合全部繋がるんですよね、ここへ来て。で、じゃあその正体が誰なのかって話ですよね。だからやっぱずっと言われてるのは、やっぱギャバン説ですよね。スコッパーギャバン、ゴールドロジャー、シルバーズレイリー、そしてスコッパーギャバン。銅ですよね、コッパー。やっぱ金銀銅っていうワードが入ってるわけですからね。やっぱギャバンがね、今のところ言われてたわけですが。ただとなるとね、クロッカスさんと飲んでた男は金髪だったんで、まあギャバンは金髪ではないんですよね。なんかいろいろこの、繋がりそうで繋がんない部分っていうのはもちろん出てくるんですけど、ただやっぱあの、網笠と火の傷が同じだってもおかしくないかなっていうのはちょっと思いますよね。で、まあね、まあコミックスで、ちょっと前に、花札、覚えてますかね、皆さん。SBS でね、明らかになったキャラクター。で、あいつもね、要は火の傷がありそうなんですよ。エースに負けてね。で、七部会をね、やめて、で、今はもうね、亡くなってるっぽいですけど、ただもしかしたら生きてるっていうね、パターンもあるし、で、しかもあのキャラは古代史をね、集めるっていう収集癖がある男だったじゃないですか。コレクションがね、趣味だったわけですよ。悪魔の実の古代史を集める。だからそういった意味でね、古いものを集めるのが趣味だったとしたらね、花札も十分火の傷の男である可能性はまだありますから、ちょっとまだね、いろんなパターンがあるんですよね、火の傷の男。その正体。いやー、これどうなんでしょうね。どのパターンもあり得るじゃないですか、今のところ。おもろいっすよね。で、あとは、ちょっとこのパターンもあるなと思ったのが、シャンクスの給油がドリーブロギーじゃなかった場合ですよね。106巻のね、最後のところで、まあエルバフにシャンクスがいて、少々語りすぎた。互いに死んだと思ってた給油にあったんだ。仕方ねえよな、と。
で、お互い死んだと思ってたっていうのがね、ここやっぱちょっと気にはなったんですよね。ドレイブロギーっていうのは、まあ、100年間、リトルガーデンで決闘していた。で、多分、シャンクスがこの二人に会ってるとしたら、まあ、その時でしょう。で、お互い死んだと思ってたっていうのも、まあ、気にはなるワードですよね。まあ、ドレイブロギーに関してはシャンクスが死んだと思ってもおかしくないか。情報が入ってこないからね、やっぱリトルガーデンは。二人はずっと決闘してたから、100年間、いや、空白の100年があるわけでしょ、彼らの中では。最近の100年間の事情、世界の様子、全くわかんないわけですよね、ほとんど。そこに来る海賊たちから聞くしかないからね。で、シャンクスサイドはでも逆にこの二人が死んだと思うのもなんかおかしいなとも思ってたんだよな。なのでもしかしたらこの今回の最後のシルエットの人物こそが、シャンクスの旧友だとしたら、めっちゃありえますもんね。シャンクスの旧友がこういろいろ話して互いに死んだと思ってたやつがいて、そいつがルフィの話を聞いて、ルフィ楽しみだな、来いみたいな。それもありえますもんね。いやでももちろんね、このドリブロギーだとは思うんですけど、ワンチャンそれもあんのかなってちょっと思いましたね。で、あとは、シャンクス2のシルエットの人物ですよね。うん、これはもう完全にシルエットだからってだけですけど、もう正体がわかんないからね。シルエットの人物いたじゃないですか。ワンピースを手に入れた者にの時のね、あのシルエットの人物ですよね。まあ、パッと見シャンクスっぽいんですけど、あれが。だからね、あれがまあシャンクスの兄弟なのか、まあ、あるいは神の騎士団の誰かなのかとかね、シャンクスのお父さんなのかとかね、当時ね、話したと思うんですけど。いや、あの人物もまだ謎ですから、もしかするとあの人物とシャンクスとか繋がってて、実はエルバフ関係者でとか、で、その人物がルフィたちを待っている。来いみたいなね。まあ、ここに関してはもう何も情報がわかんない二人をただ繋げただけなんで、正直根拠もクソもないんですけど。まあ、なんかありそうだよな。重要な人物だからあそこに書かれてるわけですからね。だからその人物と実は同じで、同じようなサーベル持ってね、顔がね、似てたら全然ありえますもんね。あ、あの人物は、あ、シルエット繋がりで実は一緒の人物だったんだってパターンですよね。まあ、これに関してはちょっと分かんないですけどね。どうなるかっていうのがね。はい、そんな感じですかね。今のところ思う候補をね、ちょっと上げてみました。どう思いますか？皆さんぜひコメントお待ちしております。はい、来週は救済ですけれども、来週ビブルカード発売ですからね。いやー、楽しみですね。あと今週末はね、ちょっとワンピカードになりますが、激アツの最新弾出ますから。救済も楽しみ。いろいろ新しみがあってもう尽きないですね、ワンピースね。この2週間も楽しんでいきましょう。はい、今日ここまでです。最後まで見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録お願いしまーす。次も見てねー。明日も楽しもう。またねー。今週も楽しんでいきましょう。前向いて、ワン、ツー、スリー、フォー、アッテ、ワン、ツー、スリー、全力で。